はい、マジックファンに無料講座です。今日はですね、クラシックパームについて説明をしたいと思います。クラシックパームは手のひらで持つ持ち方をクラシックパームと言います。もちろんあの右手と左手と両方できた方が便利です。最初はですね、手のひらにこう押し付けて持ってもいいのですが、実際使うときはやっぱり片手でパームができないといけないので、できたら最初からですね、パームの位置に持っていって隠す、この持ち方を練習してみてください。ポイントはですね、中指の上にコインを乗せて、コインをここに押し当てます。この押し当てて親指でコインを挟む、この部分とこの部分でコインが挟まってます。これもですね、練習の仕方によって、練習の仕方で手をですね、親指を広げてする方もいらっしゃいますけど、これはですね、手の動きが大きくなるので、持った時に何かしてるぞと分かってしまいます。なのでできるだけ手の形が小さくなるように、そのためにはですね、親指と人差し指をくっつけた状態で中指で押し上げてパームができると手の動きが小さく見えると思います。手を広げるとこうなります。こっちの方が確かにしやすいんです。手を親指を広げるとですね、しやすいんですけど、こういう動きになるとコインを持ったっていうのがお客さんにも分かってしまうので、やっぱりこれはコインを隠すっていう動作なので、できるだけ手の形が手が動かないように持っていただきたいと思います。この状態で、これもですね、持った状態で手を広げたりとか、何か他のものを持ったりとか、普通のこう動作をします。今こちらもこちらもこの状態で、手の形、同じような手の形になるようにですね、で慣れたら両方の手でこの状態で置いてみたいとか、持った状態で何かしてみるとか、動いてみるとか、こういう練習の仕方があると思います。はい、今日はクラシックパームでした。